ごく素晴らしくて、なかなかそのシルバーの、塗料の中では、稀に見るその粒子の細かさ、これがこの輝きの秘密なんですけれども、最大のアピールポイントだけに細心の注意を払います。塗装が終わった爪のパーツ、吹き付けられた細かな粒子が光を反射しています。アッガイの魅力的な特徴をさらに引き立てています。そして他のパーツの塗装を行います。作業も大詰めの時が近づきます。メインカメラにも色が入ったアッガイ、爪の輝きと迷彩色の対比も鮮やかに映え渡ります。さらにオチはアッガイに手を加えていきます。全体の色合いを整えるボッシング、使用するのはエナメルカラーのレッドブラウンとフラットブラックをエナメルシンナーで薄めたもの。ウォッシングのポイントとは、色を落ち着かせる効果もありますから、結構この面あのぼやっとしちゃってますよね。これこう塗ってあげて、これで拭き取ってあげる。結構色が落ち着いてメリハリが出てくるんですね。迷彩塗装のグラデーションで色を明るくした理由は、ここで色が暗めになることを考えてのことでした。夜を徹してのウォッシング、その効果は迷彩色を落ち着かせ全体にまとまりを見せています。で、塗装の仕上げとして、このディテールやエッジの強調を演出するためにドライブラシを行いたいと思います。エナメルカラーのダークイエローを使用します。塗料の濃度なんですけど、一番最初に塗るこのベースに使うときは伸びが一番いい塗料、伸びが一番いい筆塗りに適してムラが出ない状態、ここまで、濃度を調節してあげます。これで押して取ります。この表面を、はい、埃を払う感じでありますね。少し色がついてきました。ドライブラシっていうのはこのディテールであるとか、そのエッジの強調ですね。モビルスーツなんかのこの見えるこの本来だったらこういう部分のもっとこう色を明るい色を持ってくることでディテールが浮き立って見える。で、全体的にその色の配色としては緑と茶色と黒ですから、そこに黄色を持ってきてあげるんですね。そうするとより自然にエッジを引き立たせることができるんですね。よくあのこの状態で白っぽい色を使っちゃう人がいるんですけども、そうしちゃうと色がすごく極端に出ちゃうんで、わざとらしくなっちゃう場合があるんですね。より自然に見せなきゃいけない、これがドライブラシをあの行ってそのエッジの表面を再現するっていう場合においては大切なことです。さらにテクニックが繰り出されます。泥やホコリを
ダークイエローとデザートイエローを混ぜたもので表現します。足元のあの泥の汚れ、ドスンこうやってドスンってこうやって歩きますから、下から上に跳ねるように気持ちこう逆方向ですね。今までは上から下にこうドライブラシをしてました。今回はその土の汚れですから下から上に上がっていくんで、こういう状態で下から上に行くようにドライブラシをかけていきます。根気よくドライブラシをかけ続けることで、アッガイの足元には少しずつ泥やホコリの跡がついていきます。足のパーツ全体のエッジには確かにイエローが効いています。ドライブラシの跡は全体のツヤを整えます。使用するのはスーパークリアUV カットツヤ消し。ツヤ消しクリアを拭いて、ツヤ重視をあの均一にしてるんですね。塗装をして重ねていくうちに、いろんな塗料を使ってます。ラッカーを使って明細を描いて、しかもその明細が3色でエナメルカラーで墨入れしたりとかしてますから、その使用するカラーによって、ツヤの調子がバラバラになっちゃうんですね。それを、このツヤ消しのクリアを使ってコーティングすることでツヤの調子を均一にするんです。クリアを拭き乾燥ブースに移し乾燥させます。さあいよいよ最終組み立て。オチのジャングルをイメージしたアッガイが誕生しようとしています。の頭の中にある思いが。これで終わりだとちょっと惜しいですよね。はい、それではできました、できましたなんだけど、もう一工夫しましょう。この迷彩を施したアッガイにさらなるステージを考えたマエストロ。オチの出した答えは、まあ、アッガイがあの活躍したのが、南米のジャブローっていうあのジャングルだったんで、そうね、今回ちょっとベースを作ってやってみたいと思うんですよ。劇中でアッガイが活躍したのは南米のジャブロー。南米のジャングルをイメージした簡単なベースを作ることにしました。まず取り出したのは画材用のベニヤパネル。アッガイを乗せてベースの大きさを考えます。実際にね、出来上がったあのキット置いてみないとね、ベースの大きさっていうのはなかなかわからないもんなんですよ。どのくらいのボリュームがあるかによって、ベースを決めてあげないとね。今回こっちでいくかな。ベニヤパネルにウレタンボードを貼り付けます。ウレタンボードをベニヤパネルの大きさに合わせカットしていきます。やっぱりね、あの